というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。タクト、はい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 、何をっていう話なんですが、まあ今回高野菜、今高野菜でまたちょっとね、まあ、やること不足っていう感じが若干あるんですけども、はい、まあ、やっぱりねガチャ、お久々にガチャの話を、みんなね、なんだかんだゴールド枯渇だ、はい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 、オーブ枯渇だ言ったけど、はい、根本まずガチャでしょ思い出せと、これは、うん、もう本当にね、はい、課金者だと思ってますよ、はいはいはい、うん、毎回もうなんか天井当たり前、うん、ね、まあ900連300連900連ここの2体でようやっと完突とか、はい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 、900とかって18万ジェムでしょ、そうか、ね、はい、そうですね、300で9万ジェムですよね、ここで貫突。僕は今回ね、このなんだっけな、あのキラーマジンカ、キラーマジンカは、はい、300連おで、まあ、4突でかけら使って貫突、はいはいはい、っていう感じだったんで、まあ、あの900、9000ジェム、あ9万違う9万ジェムですよ、安く済んだ、はい、はい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 、まあ、そこでまあなんとかなりましたけど、はいはいはい、まあやっぱりね、ちょっとこれはね、なんだろう、いろいろと問題があると、まあ、問題があるのはもちろんなんですけども、うん、はい、まあ、これあの 3% から 4% に上がりましたよね、一応上がったはずです、ね、これはね上がってると思います、そう、エース出る確率は、はい、体感で、うん、ちょっとやっぱ出やすくなったかな、たった 1% なんだけど、うん、分かるんですよ、はいはい、だけど問題なのはその後のピックアップ、はい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 、これね、まあざっくりと4分の1ですよね、はい、うん、絶対ないでしょね、虹の中の4分の1もないと、ないない、4分の1ぐらいだったら2回続けてもいいぐらいですよね、まあそうですね、まずないね、そんなことは、そういうことは、はい、でもやっぱ本当にね、何にしてもやっぱ他のなんつうのかな、ハズレキャラがシャシャリすぎるのと、うん、あと僕はもう前々から思ってたんですけど、この運営さんのね、このハズレ乱数、まあ言っちゃえばピックアップ以外を全部ハズレと仮定しますよ、はい、まあここの乱数のなんかプログラミングっつうのかな、雑すぎる、お要は被るんですよね、キャラがね、あ僕前から言ってるんですよ、ほんとポーカーが好きだと、はい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 、はい、ね、10枚のうち3体が2個ずつ出てるとかはいはいはい、はい、これどんな確率なんだよって僕思うんですよ、はい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 、だから本当にここら辺をざ適当にちょっとプログラムしすぎてる、うん、プログラムっていうか、まあ一応完全抽選っていうのが表向きでしょう、まあただその抽選を作るためのプログラミングでそうなってるってがすごく雑すぎるなと思う、はいはい、これはもう本当に A もそうですし、はいはい、B も C もそうなんですよ、全部何か必ず被ってるよね、なんなら10体バラバラだっていいわけでしょ、まあだってこんだけキャラいるわけですからね、その方が多いんじゃないかぐらいのね、はいはいはい、うん、まあそれですよね、こういうところがやっぱおかしいと、でやっぱ最近はね、かつては感じなかったけども、はい、やっぱ A のピックアップも最近やってんなと出にくくなって、いやもう今回もそうですよ、はい、S 一体あの魔人が出て蚊に出る、魔人が出て蚊に出ると同じでどうするんだと思いますよはいはいはい、本当にまた来たかと、これグラコンスの時そうだったんで、やってましたね、はい、もうこんな感じになってる、ね、A なんてその倍ぐらい出てるわけですよ、確率的にもそうですね、だけど4分の1は同じでしょ、うんうんうん、だったら絶対にやっぱ A の方が先に貫突しなきゃいけないのに、はい、まあ最近ここも苦戦するようになった、だからやっぱちょっとね、なんだろう、開き直ってんのかなぐらいのもう不思議と、まあ廃課金者が、はい、データを出さないんですよ、ああその実際に、まあ、これは運営に忖度してんのかどうかは知りませんけども、これ全員の廃課金者が、うん、まあこの S が出てからの4分の1を出したら、はい、多分ひどいことになりますよ、はい、そんなことはないだろう、4分の1はそこまでブレないですからね、はい、まあ結構の確率ですよね、いやそうですそうです、はい、これ平気で10枚ぐらい外しますからね、うん、これどれぐらいだよと、サイコロ振ってももうちょっと出ますよね、いやそう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 、まあ言ってまあ僕ね、まあそうですね、4分の1だったら、まあ、2倍ハマりぐらいは許せると思うんですけど、うん、はい、まあ8回ぐらい外したらその次ぐらいは頼むよと、まあ、このぐらいですね、でやっぱねちょっといろいろと思ったのは、はい、このまあこれ多分ねアカウントによって違うと思うんですけども、やっぱりその例えば僕なんかは、まあ、基本ほとんど貫突してて、はいはい、まあ、あとガチャのキャラクターが4突で終えてるやつとかはいくつかあるんですけど、はい、まあ現状今常設になってるやつはもちろん全部貫突、うん、だけど1体だけ、あ、まあクリフトがそうか、まあ、クリフトはピックアップだもん、違うもんね、はいはいはい、ダースドラゴンで、ダースか、ダースドラゴンが、はいはい、僕ね3突だったのかな、もともと、うん、はい、でまあ
なんだか分かんないけど常設に入った時に、うんうんうん、イベントガチャかなんか引いて1体引いたんですよ、はいはいはい、だから今4凸の状態なんですね。あ、でも今もう4凸の状態、はいはいはい、だからこれは別に出てもらっても構わないんだけど、うんうんうん、まあ出ない。ほんでね、まあちょっと見てもらいたいんですよ。まあリーズレット、グレイチェル、キラーマ、この辺りはもう常設入る前に貫突してるんですよ、うん、だからまあ実際は5体のはずですよね。そうですね、うん、それ以降別に引いてないんでね、はいはいはい、でまあじゃあどういうことになったかっていうのをじゃあ見てみましょう。お、ね、まずトリックグレイチェル、はいはいはい、トリックグレイチェルが4体引いてんですよ。結局貫突5。あ、そうかそうか、はいはいはい、50で貫突なんで。なるほど、はいはい、50から1回もガチャを引いてない。これで常設に入って4体引きました、トリックグレイチェル、はい、前回のガチャの動画にも多分出ましたね、うん、グレイチェル一番最後に、はい、もう1回クイーンスライム、はい、これも貫突でした、はいはい、これあっさり貫突したんですよ。それがこれですね。あ、めっちゃ引いてる。だから9体。9体引いてる。あー、クソ引いてるな。はい。ほんで、何でしたっけ？キラーマシーン。あんまり引いてないか。あ、でもまあ5体引いてますよ。ああ。ね。ほう、なるほど。はい、それからもう1体何でしたっけ？3体。あ、ジュリアンテもそうだね。あ、そうだ、ジュリ。うん、ジュリアンテは僕途中まで貫突じゃなかったんですよ。だからまあ3体。はいはいはい、はい。だけど、これ本当に1、2と3凸ぐらい止まってたんで、まあそのイベントとかでも引いてるんですよね、はいはいはい、うん、まあだからまあ5体ぐらいは引いたってことですよ。3凸ぐらいから、ね、僕これ3凸ぐらい止めてたんで、うんうんうん、であと何でしたっけ、まあこんなもんか。これであとダースドラゴンかな、はいはいはい、うん、常設になったかキャラね。あ、リーズレット見せましたっけ今。リーズレットは見ました。見ましたね。いや、ごめんなさい、え、さっきリーズレットこれ見てくるね。これ8体引いてますよ8体。お酒はよう出てくる、はい、でダースドラゴン4凸ですよ。いやー、恐ろしいことが起こっておりますね。これだってやっぱりこんだけ誤差が出るわけ。だってもうしこたま引いてるわけですよね。そうそうそう、だけど1体しか引けてないんですよね。でも別にダンスバグって強いキャラなわけじゃないですよ、ね、だから結局足りてないところが出にくくなってるっていうのがまあこれ真相でしょうね。絞られてる、はい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 、なるべく貫突しないようになって、そういうことです。貫突したらまた広がるみたいな、うん、とやっぱり何度も僕言ってますけど、はい、やっぱこの常設、元々の常設キャラでもだいぶ差があると、うんうん、例えば僕ね、本当にあんまり出ないなと思うのは、まあ、鬼コンボ、はい、ね、これ330です、うんうん、だからまあ28体かぶってるってことですよね、はい、28体かぶり、うん、330。あとヘルクラッシャーもあんまり出ないかな、はい、イメージ的にヘルクラッシャーありましたよね、ヘルクラッシャー、ヘルクラ、これはあんま出ない、300ですよ、これは。さっきの300 それから、はいはい、トロールキング、はい、これもあんま出ないイメージがある。390、これ390ですね、うん、逆にで出てるみたいな。これベスキングでしょ、はいはい、これ見てみましょう、まあ、そう、それがスケールになる600 倍じゃないね。とカイザー、カイザードラゴン、まあ、僕が出やすいと、はい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 、カイザーとかこんだけ人探すのも大変だ。ここが一番後ろです、500。なるほどな。あとまあちょっと一応ざっくり見ても、まあスライムエンペラー、はい、もう430。あ、でもやっぱ400台だ。うん、ね、煉獄長、はい、300。おー、はい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 、ね、テンタクル300。おー、はい、メタドラ300。なるね、こんなやつジークの話、うん、まあ、やっぱ偏りがすごい、すごいですね、はいはいはい、やっぱりもうね、図抜けてるんですよ、このベスキング600ですよ。えげつないな。ね、だからやっぱこういうちょっとした確率操作っていうのは、はい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 、多分絶対にあると思います多分絶対に多分絶対にはい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 、と思うんだよ、はい、うん、でももうそれ見せられるとそうだろうなって、100歩譲っても絶対あると思うなんか今ハマってますね、その先に美容かなって思っといてこの動きを出すそう、ほんとそう思う、太りになられる。だからこれはね、人によって違いますよ。だから僕はダースドラゴンが、はいはいはい、まあ貫突していない。だから人によってはまあリーズレットだけが貫突していない、多分同じ現象が起きてんじゃないかなと思うんですよ。だからまあ何にしたって4分の1をいじるぐらいの根性を持ってますから運営さんははい、4分の1ってこれね、パチンコ屋、確率って言うとやっぱパチンコ屋思い出すんですけど、はい、パチンコ屋ってのは、まあ、よくね、負け組が遠隔だなんだって言うけど、うん、実際遠隔してる店なんかそうそうないんですよ、うんうんうん、でこれなぜかっていうとパチンコ屋ってのは抜き打ちでチェックに来るんです、はい、だけどこれしようがないじゃないですか。そうです ね多分ないと思います、はい、だからまあやりたいことですよねもうずーっとみんな課金者はもう運営の手のひらで踊ってるわけですよ、はい、いやこっちはそうはいはい、と思いますよ。やっぱりあと、はい、まあ、その外れ目に関してのかぶりとかね、はい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 、もう少しなんかちょっと別にいいじゃないですか、感染確率にすればそれ以外のキャラ、まあね、ピックアップだけはまあ100歩譲って譲るしますよ、はいはい、これは正しい譲ります。ビジネスなんで、はい、そうですね、まあ、バカ正直にやってたんじゃもうかんない、はい、何でもグレーですよはいはいはい、まあ、いいですよ、これは分かった上でこっちも課金してんだ、うん、ね、だけど
ど、やっぱりまあこういう証拠が出ちゃうと、うん、言い逃れできなくなってくるよ。だからね、 A はいじりなさんなって話ですよ。せめて A はダメ、はい、本当にこれバレバレになっちゃう。だって試行回数が倍以上になる。そうですね、はい、うん、まあこれ一応今回はちょっとこういう風にね、これあんまりね、確信をついた配信をする人がいないじゃないですか。まあまあまあ、うん、でまあ上位ランクの人って僕よりね、うん、もう倍以上ですよきっと。さらにやってる、うん、課金額だから今僕、はいはい、ベスキング600とか言ってますけど、もう1000超えてる人いますよ。あります、あります。1、2、3位で、はいはい、この辺りなんて、すげえ。そうだから、まあ、今回はまあ僕が代表して、はい、まあ、絶対こういうもんだよと、うん、っていうのをまあ言っとくけど、無課金は文句言うな。もういらないのそれ。でこれね、考えてください、試行回数全然違うからね。まあまあそれはそうですね、はい、確率的に言ったらこっちの方が統計が取れるわけです。中にはほら単発 1,2 回外れて1回ちょっと流れが悪いんでリセットしますとか言って、やめますか、やめますか。ありがとうございました。つばさチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。